アルフォンソ・ボイル・デイビスは、ガーナ・ブドゥブラム出身のサッカー選手。ブンデスリーガー FC バイエルン・ミュンヘン所属。カナダ代表。ポジションは、フォワード、ディフェンダー。2017年6月、カナダ代表史上最年少デビューを果たした。2017年、コンカカーフゴールドカップのガイアナ代表戦で2得点を記録したが、これは、カナダ代表とゴールドカップの史上最年少得点と、 なり、2000年代生まれの選手で A 代表の大会で初めてゴールを挙げた選手になった。デイビスはガーナの難民キャンプであるグドゥブラムでリベリア人の両親の間に生まれた。父親のデベア・デイビスと母親のビクトリア・デイビスはもともとリベリアの首都モンドビアに住んでいた。彼らは第二次リベリア内戦の際に45万人以上のリベリア人と共に国から避難した。 アルフォンソが5歳の時、彼の家族はカナダに移住し、最終的にはエドモントンに移住した。2017年6月6日、彼はカナダの市民権を得た。2015年にバンクーバーホワイトキャップスのユースチームに加入した。2016年のプレシーズンツアーに参加した後、2016年2月23日にアセルのホワイトキャップス FC にと契約を結んだ。 契約を結んだ時、デイビスは15歳3ヶ月であり、アセルで最も若い選手となった。2016年4月、15歳5ヶ月でプロデビューを果たした。2016年5月15日、プロ初ゴールを挙げたが、15歳6ヶ月でのゴールは、アセル史上最年少得点であった。2016年のカナディアンチャンピオンシップに出場する、ホワイトキャップスのロースターに登録された。 2016年6月1日、カナディアンチャンピオンシップの初戦、オダワフューリー FC 戦で、ホワイトキャップスでの初出場を果たし、第2戦では先発出場した。2016年7月15日、2018年までの契約をホワイトキャップスと結んだ。MLS 史上3番目に若い選手となった。2016年7月16日に、MLS 初出場を果たし、 フレディ・アドゥーに次いで2番目に若い MLS デビューとなった。2016年9月、コンカカーフチャンピオンズリーグ2016から17のスポルティング・カンザスシティ戦でトップチームでの初得点を記録した。9月のコロラド・ラピッツ戦で先発出場し、これは MLS 史上2番目に若い年齢での先発出場となった。2016年10月2日、 シアトルサウナーズ FC 戦に先発出場し、ペナルティキックを獲得した。MLS での印象的な活躍を受け、マンチェスターユナイテッド FC や、チェルシー FC、リバプール FC などのヨーロッパのクラブが関心を示した。2017年に世界で最も期待される若手選手60人に選ばれた。2018年、開幕戦のモントリオールインパクト戦で、 MLS 初ゴールを挙げ、K カマラのゴールをアシストした。2018年6月、オーランドシティエスシーセンでは、1得点3アシストを記録した。2018年7月25日、FC バイエルンミュンヘンへの移籍に合意したことが発表された。2018年は、ホワイトキャップスでプレーし、2019年1月にバイエルンに加入する。移籍金は、 ミゲル・アルミロンを抜いて、MLS 史上最高額の最大2200万ドル。ブンデスリーガでのデビューは2019年1月27日の VFB ・シュットガルト戦で終盤にキングスレイ・コマンとの交代で出場。3月17日のマインツレイゴ戦にて、バイエルンでの初ゴールを決めた。これはクラブにとって、ロケサンタクルス以来の20歳未満での得点記録である。 2019から20シーズンには最終ラインの負傷者続出もあり、ハンスフリック監督によって左サイドバックにコンバートされた。本職であるダビド・アラバの復帰後もアラバがセンターバックとしてプレーすることでポジションを守り、UEFA チャンピオンズリーグラウンド16のチェルシー、FC 戦では自慢のスピードを生かしてロベルト・レバンドフスキのゴールをアシストするなどアウェーでの 対勝に貢献した。ブンデスのリーガルーキーオブザイヤーに選出された。チームは優勝し、デイビスはカナダ人選手として初めてチャンピオンズリーグを制覇した選手となった。カナダ代表でのデイビスリベリア出身ながら、カナダ代表の U-15、U-18 チームのキャンプに招集された。2016年3月17日、U-20 イングランド代表戦で、 U-20 カナダ代表に招集された。2016年11月、U-17 チームのキャンプに参加し、U-17 ジャマイカ代表戦でゴールを挙げた。2016年、U-17 と U-20 での活躍を受け、U-17 カナダ代表の最優秀選手に選ばれた。2017年3月、インタビューでカナダ代表でプレーすることは、 私の夢の一つだ。と答えた。2017年、U-17 代表と A 代表でのパフォーマンスを受け、二度目の U-17 最優秀選手に選ばれた。2017年6月6日、カナダの市民権を取得し、正式に国籍を取得したことで、カナダ代表でプレーする資格を得た。同日、キュラソー島代表戦に向けた A 代表のキャンプに加わり、 2017コンカカーフゴールドカップに向けた40名の予備登録メンバーに選出された。2017年6月14日、キュラ総統代表戦でデビューし、カナダ代表での最年少デビューを果たした。6月27日、2017コンカカーフゴールドカップの本大会メンバーに選出された。 ゴールドカップ初戦のガイアナ代表戦で2ゴールを挙げ、ゴールドカップ史上最年少得点を記録した。第2戦のコスタリカ代表戦でも得点を記録した。デイビスは大会得点王になり、最優秀若手選手とベストイレブンに選出された。ありがとうございます。